はいどうもピヨキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。例えば最近任天堂のねあの公式チャンネル見たらさ、なんかスプラトゥーン3が発売されるみたいなんですよね。でその発売日が2022年、一応来年発売予定みたいな。でそのスプラトゥーン3めちゃくちゃねあの楽しそうなんですけど、まあ 3D だからできないよね。いやめちゃくちゃ良いよねあれって。まあ似たような境遇の人いるかなっていうか、えキノピコ、キノピコお知り合いですか。めっちゃさなんか挨拶してきたよね。なんか最近お知り合い多いよねまあいいことなんですけどね、知り合いが多いって。まあ見てくれる方もね多くなってきてる。うわ待って、うわファイヤー欲しかったな。このファイヤーべマジで欲しかったけど自分で避けていきました。ここでファイヤーべ取っていこうかうわちょっと待って、うわマリーマリー待って、ほいうわマリー取っていこうありがとうルイージありがとう、出してくれてありがとう。ここねあの鉄球とかあるから多分ルイージやられるよ。ちょっと待ってね、ほオッケーオッケー、マリーめっちゃ早いな。マリー確かデカ状態だったもんね。だから多分やられることはないと思うんですよ。やっぱりルイージやられたか。ここであとマリーがやられるの、神に祈っていこうもう神頼みしかない。まあ、めっちゃ神そう、神頼みしかないね。うんオッケーオッケーオッケー。マリオは、マリオ上手いね、全然やられてないじゃん。おおるおるおるわおるわおるわ、あかん超あかんねあれうわーどうしよう、まあ、どうしようってか、まあ、ドア入るしかないんですけど、これ1番には入れ、いや1番に入る、オッケーどうべどうべどうべ、あマリオ右に行ったね。マリオダメだよ、オッケー。ここでファイヤーボール取って、ちょ右に抜けれないから、ちょっと、ま、邪魔して、おいけよっこっこ、ナイスナイスルイージ、ちょジャンプして、ジャンプして、まあ、カットあルイージ行った、あかん、それはあかんよルイージ。ちょみんなで倒そうか、頑張ってみんなで倒そう、もう邪魔くせえもんね、もうクッパ邪魔くせえ。あなるほど鍵がいるっぽいな、オッケーオッケー、多分この子が、おーマリオ、オッケーここでゴもうみんな投げすぎ、投げすぎマジで。特にあのルイ、お待って、キノコ、あキノコいいかも。マリオ落ちてたね、待って後ろのキノピコが、いやキノピコじゃねえ、キノピオがマジで危ない。あの亀の甲羅狙ってるでしょ、大丈夫、この亀の甲羅投げとこない、大丈夫かな。おおキョキョチャップ、うーよしよしよし、亀の甲羅なくなったねあの子ルイジョイかけよう。待ってここら辺パックンチョ出ない、パックンチョ大丈夫、オッケーオッケーパックンチョ出てきたね。ここで中間か、あなんかアイテム取ってった方が良さそうな気ぃして、やっぱそういう感じね。うわー来ると思った、絶対来ると思った。ちょっと待って、なんでみんな来ないの、なんでみんな来ないの、大丈夫、誰か倒して、誰か倒して、うわ危ねえ、まず守りに専念します、私守りに専念しよう、あと1回あと1回あと1回ね、あと1回誰か倒して、あと1回、うわやべやられる、ちょ上上、ちょっと待って、はよしよく動く、はやは早いって、キノピオ、ニワトリ？またいるよニワトリ。今度あのニワトリに勝ちたいね。ニワトリ激しくね？ニワトリめっちゃ激しいな。うわこれ一番右、左に投げるよね。やっぱニワトリだね。ここは、おおやナイスナイスナイス。あ、待って、これダメなパターンじゃねこれ。あこれ終わったんじゃない？あ、羽は？羽ちょうだ。羽で上行くパターン。あ、羽来た羽来た。オッケーオッケーオッケー、ちょっと待って、羽オッケー、これはこれもう無理なパターンじゃないこれね。えちょっと走って上行けないもんな。まあやっぱダメか、ダメっぽいな。ちょっと待ってね、ほっ、うわ無理無理くせえこれ。みんな一回スタートからやり直そう、スタートからじゃねえ、みんなでやり直そう、これどうしようもないもんだってね。あとルイージとキノピオ、ちょっと待ってルイージ、ルイージちょっと待って、もうニワトリ、ニワトリ頼むぞ、ニワトリナイス。じゃあこれね一番最初に行ってマット取ったらさ、すぐ回転ジャンプしてあのブロック壊せみたいな感じだと思うんですよね。オッケーニワトリ飛んでるね、あねダメだって、何やってんのもう何やってんの、ダメだって、そこマントないとダメだって、もう無理だから空見上げようね、ルイージ一緒空見上げよう待って、キノピオ、キノピオもちょっと乗って、ちょっと空気読んで、空気読んで、空気読んで、こうして、こう上して、上、空気読んで、あキノピコいいね、空気読んでる、あとキノピオだけだよ、あとキノピオだけ、空気読めって、サムネとして使うんだってこっちは、早く上見れよおーいいねルイージ、かわいいね兄弟で、ね、ありがとう
え、ルイージ誰？あ、ニワトリだったっけ、ルイージ。お、ニワトリノリいいじゃん。めっちゃいい人じゃん。待って、キノピコ来た。さっきノリよかったもんね。上見て、上。サムネで使わして。ちょ、サムネ用で撮らして。ね、サムネ用。ほら、上見て。キノピコ？何やってんの？もうダメだ。もうダメだ、これは。よし、またみんなでやり直したんで。お、キノピコ、また一番にいたね。わかってる。今度わかってるでしょ、キノピコ。ダメだよ。ダメ。ジャンプしたらダメ。ね。あの、羽を手に入れてジャンプしよう。羽を手に入れてジャンプね。羽を手に、う、お、いいね、いいね。お、ナイスナイスルイージルイージルイージ勝てなかった。まあ、勝てなかったけど、いいや。牛壺っていう人いるじゃん。あの YouTube でコメントが来たんですよ。対戦ありがとうって。もうめちゃくちゃ当たるんですけどね。カットしてる部分もあるんで、まあ、4、5回ぐらいはずっと当たってるんですよ。やっぱリスナーさんだったね、牛壺ちゃん。おおおナイス。これでルイージ勝てるぜ。オッケーで、これでビヨン、いやナイス。これはこっちね。で次はここもビヨンか。オッケーオッケーオッケー、飛んでくれ。あダメだ、これはもうダメだ。うーわ、ここ難しいな。多分みんなあそこでやられると思うんですよね。さっき僕がやられた場所で、ほらほらみんな戻ってきてるでしょ。ここ難しいよね。どうしようか。これ上からいけないの？このアイテム何？羽と羽、どうしよう。これ低空でいこうか。ちょ、低空でいくね。ちょっと待ってね。ほっ、こんな感じでいくわ。あ、待って、低空すぎ。さっき低空すぎたもんね。こんくらいか、こんくらい、低空すぎ、こんくらい、こんくらいか。オッケー、いいね。あはは、待って、いけ、いけなー。なんかめっちゃ楽しそう。めっちゃ楽しそうっていうか、もうここを入るしかないよね。これ上行けんか。上なんかブロックのね、上行けそうなんですけど、うーわ、これきつい。ここアイテム取っていこう。アイテム取ってって、どんな感じこれ、どんなテイストこれ。どんどんこうやっていけみたいな。うーわ、あぶね。ここさ、アイテムないとみんなやられてんね。オッケーオッケー、待って、マジでみんなやられてる。っていうことはチャンス、めっちゃチャンスだと思うんですよね。で、ここ届く、届く、届かんでもいいね。で、ここでもう一回僕アイテム取っていきます。ここマジで、あ、これないと危ない。待って、チョロプチョロプの対空時間長え。チョロプの対空時間長えな。早く降りたいだろうにね、チョロプも。あ、なんでしゃがんでんの。でかいな、でかいけど置いていきます。で、このコインの通りにね、行けば多分いけるでしょ。邪魔くせえ、あのクリボー。で、ここで、ナイスナイス、ファイヤーベイ、オッケー。これで走っていこうか。もう走っていきます。で、ここ飛ばんで走っていった方がいいと思うんですよね。で、ここ、うーわ、どこどこ、ここ、うわ、一回も当たってない。待って、これは大丈夫か。この、ドッスンが来る前に行けるのか。よっしゃ、行った。ここで中間ポイントゲット。いや、大丈夫。あと2回、あと1回か。あと1回当たれるから、コインの通り行こう。もうゴール、あっていいよ。待って、これ無視。うーわ、ここでマジでここでこのブンブン倒す感じ。あ、でもこのスーパーマリオス3のやつだから多分早いと思うんですよ。オッケー、ここでやられんようにしよう。待って、火が危ない、火が危ない。大丈夫か。ほっ、いや大丈夫。ほっ、オッケーオッケー。待って、来そう来そう、あの子来そう、あのピンクいの来そう。で、下ドアだったっけ。オッケーオッケー、ドカンか。多分これで勝ったでしょう。このまま右、うーわ、まだあんの。ちょ待って、ここで、ちょ待って、でかきのこ、これを取っていこう。いや、取っていく、うーわ、いや大丈夫大丈夫。ちょっと待って、ダメだって。あ、いらねえ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。